ね、どうしても生産部門の要求だとかね、なんでだったら、袋に難しくて、品質的には難しいとか、特殊な工作がいいで、初期投資もっとかかるとか、そういう雑務が入ってくるんですね。はい、まあ、それだとこの会社も製造業だったら、火災の仕組みだと思いますけど、ホンダとか例外じゃないんで、ホンダってそうじゃないよねっていう声もかなり出てるのは出てるんです、私だけじゃなくて。だから、まあ、そういうことに対して、私もその後ろの資料をしていまあ、例えばゼロエミッションだったり、東南アジア向けの商品だったり、コントだったり、いろいろあると思うんですけども、今回このイベントを企画させていただくにあたって、今回は例えば高専の生徒の方々、なんか特に先生も含めてですね、非常に反応よく実際に来ていただいて、まあ、そうやってあったんですけど、まあ、それが例えば地元の工業高校だったりにお話を振っても、やっぱり先生から生徒さんもちろんのことで、やはりオートバイというものを生み出す力とか、エンジニアリングに関しての興味というのは、やっぱりなかなか今、そこを大事にする時代なのかなと。で、その中で例えば、まあ、本田宗一郎さん、または大体進出というエンジニアの、トップエンジニアの方々の、まあ、意思、これが例えばこの次の時代、今のお話にも、まあ、ユーザーフレンドリーという意味であると思うんですけど、それがなんか若いエンジニアの卵たち、今日せっかく来てくださっている人たちに、何かその、まあ、二輪に限らず、まあ、今のものづくりというものを、何かこれだけは持っておいた方がいい、まあ、さっきの夢っていう話であると思うんですけど、何かそれが条件な、あれは、それは素晴らしいものだという思いがありますね。で、結構その、スピードを、まあ、出るっていうのも一つの、いいところでもあるし、悪いところでもあるんですけど、スピードがいつも考えるんだけど、ある程度スピードがあるんです。でも、スピードを求めなくても、普通の、乗り方をしてても十分に、感じがいい、自分が受ける、例えば太陽の光をもろに感じて、風の暑さ、痛さ、それから、風の匂い、匂いってありますよね。風の匂いを、そういうものを感じて走るっていうのがね、まあ、これ以上のものはないんじゃないかって、だから、なんていうかな、季節を感じられる、季節を感じられる、自然を感じ、自然に入っていける、これ以上のものはないんじゃないかって思ってるんですよ。で、自動車はどうかっていうと、自動車あそこに、ウィンドウガラスが一枚あるだけで自然と遮断されてるんですね、言い方があれば。だから、まあ、バイクに乗ってるときは周りの木の緑だとか花だとか川だとか、もちろん風だとか太陽だとかこう感じながら入ってる、まさに自然と一緒になって入ってるんですけど、自動車に乗ってる時は隣に彼女がいたら暑いね寒いねとエアコンを効かしたり切ったり、あるいは音楽が何が好きとか音楽が全く自然と関係ないことがあって、あるいは目的地にして目的地のことは対象になってますけど、その時にってのはあまりね、トイレ休憩に乗ろうかまで悪くしませんけど、そういうことでね、自然にね、本当に自然に入っていけるもの、はバイクなんではないかと思っている。で、それもしかしその危険を犯さなくても十分に楽しめる。しかし残念に、それがいいことになるとあの危険な領域に簡単に入っていっちゃう、いうので、ぜひ自制心を持って、楽しんでいきたいと思います。私もバイクを作って、魅力あるバイクを作って、何スタンペックも言いますけど、勉強する方でしたから、ぜひぜひ事故のないようにして体育を楽しんでいけたら自分も本当に嬉しい。残念ながらで一番自然に近い乗り物がバイクだし、事故が起こったら一番弱い乗り物がバイクです。それはもうね、コースもあるし、ちょっとは知りたい。
ね、まあ、そういう人とかも夢で夢っていうことだったんですけど、まあ、目的意識をきちんと持ってやって、まあ、それから夢なり目的が変わっても構わない。でも今あるんだったらあるとまで目が頑張ろうよ、そういうことが大事。そしたらそんだけまた見えてきますから、頑張れば。だからね、今、まあ、皆さんと分かりますよね。で、将来の、先の夢までなかなか描けなくて、描けてなくていいのに、でも今ある、これをやってみようと思ったら、それをやってみる。で、そういうことから自分のように行くのかと思います。それは多分、まあ、もう、あるいは会社に含めてらっしゃる皆さんも同じことだろうと。ちょっとそういう方があったのか。ありがとうございます。バイク需要の少なさと、はい、またモデルラインマップの感じ、類型がさ、ちょっと分かってないところがあるんですけど、なかなかそのお約束みたいにできないんですけど、はい、そういう投げ方はちょっとやってみます。はい、もう上げたいだけ上げると、うん、でも究極の自分がその山中さんが思い描くマイクを1台作ってくれたら、うん、頼まれて、うん、でなるとしたらどんなマイクを作りたいかね。
ワールドだったんだ。見てた？いいこと言ってたよね。でそういう議員がその対談してそういうことをみんなに知ってもらうということが一つの働きかけじゃないで、まあ、ここで乗れるのか人自身しもっとも向こう、まあ、自分たちがいるところあるいは環境者が足りない運動すべてのバイクに乗らない、乗らない、持たない、免許持たない、免許持たない、取らない、完全に買わせない、50cc でこれ。だから、もう全く接点がないんですよね。で、それは、学校サイドで、まあ、文部省、あるいは文部省じゃないその組織で、犯罪運動を徹底しようって言ってますね。で、だから、そういうことは、まあ、本当ができることはそういうことで有識者に、意見を出してもらうとか、うん、いうなんかできるのね。だいぶな考えるともように変わったと思えないな、まあ、時間はかかるんですかね。でも、日本がそれに対して遅れてるよその国に対して遅れてるのは事実なんですよね。だから場合によっては例えば要するに、まあ、最近あれだけど、海外メーカーのコミューターを作っているのを海外メーカーが作っていて、それは日本の輸入商品ではないか、声を上げさせるとかいうのはいいかもしれないですね。だから、そうして輸入を制限して、もっと多くにしてくれないと、今、日本はいろんなところに輸入のガードを張ってて。今、まあ、はい、その通りというところがあるんで、それから大変高い障壁なんでね、どうやってやるかというのは、難しいところがあると思うんですけど、自分も、例えば、さっき言った番組で言うと、それを、推進してるのは広告なんですね。本田本社の広告なんです。で、本田本社の広告には私としていますから、だから、まあ、彼らにして、こういう件もあるぞということは言えます。はい。はい。